皆さんこんにちは。今回は、英語圏で、混沌の記憶、通称裏庭の使用率が判明したので動画にします。今回から前提とか変更されております。動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくね。前提は、使用数から使用率を算出。所持率が高いキャラほど有利になりますね。そして、裏庭の範囲は今回から6から10へと変更。1から5は、基本的に最初からしてると価値が低いもんな。原神でいう12層だけで使用率が統計されるみたいなもんだね。まあ、弱点ゲーミングがあるから裏には10だけが対象となることはなさそう。標本数は4394。それでは、見ていきましょう。はい、まずは星4のキャラクター使用率です。相変わらずアーラン、ヘルタ、物理主人公、フック、散歩は低め。一応、散歩や物理主人公は2倍になっていますが、それでもだいぶ低め。そして、炭鉱、巣匠、セイバル、静寂あたり。範囲的に星5がいないと難しい範囲とはなっていますが、星4アタッカー上位組とは言えるポジション。じわじわ下がっていますね。炭鉱は角化やスバローグ需要で上がってるんでしょうか。足早くて風を削れるって考えると。というか、ある程度人接待な敵配置なので、比較的、風アタッカーは使われやすいか。原神でもそうだけど、やっぱり使用率が高い星4はサポーターになるね。玉はやはり貫突や二突で変わることもあり、低めの水準。7日は、単体でバフ解除があるが一応低め。アスターは、敵の弱点割とか、結構噛み合うと思っていましたが、想定より低め。ペラは結構銀狼と合わせたりと、全体でバフと敵のバフ解除はやっぱり優秀。孫悟主人公はなんやかんや高めのままですね。6% くらい下がっちゃいましたが、今のところ炎枠のアタッカーが、姫子やフックしかいないので、炎枠は現状サポーターで埋めることが多いですね。ナターシャは下がっては来てるが、まだ 54.8%。絶対的な評価はそこまで下がっていないと思いますが、いかがでしょうか。羅刹が2人いるわけじゃないから使われるよな。あとは、リンクス実装後が一番注目するべきポイントでしょう。そして安定の低運。編成しないパターンなんてほぼないね。星5入れても引けを取らないバフ性能だからな。先月の交換に低運いたから、基本的に次の交換に並ぶのは半年後くらい。ガチャでピックアップされることを祈るしかないね。陰月か不限ガチャで低運来てくれ。貫突早くしたい。そして、工場組ですが。所持率を考慮すると星4トップより低いのは仕方ないが、工場1位は逆路になったね。結局ヒーラーが大事なんだなって。あとは、角化実装後は雷角化編成なら銀狼用に大事そう。ブローニャは2位となりましたが、比較的高いままの水準だね。陣が来て大きくブーストがかかるとは思っていましたが、もともと持ってる人は今も昔もほとんど使ってる。そういうことになるのでしょうか。陣はだいぶ増えてるが、ブローニャは据え置きだったな。クラーラは 30% をキープかな。カウンター戦法はオートが安定しやすいんだっけ？このあたりはちょっと詳しくないですが。クラーラは裏には攻略でよく話題に出てるイメージがあるね。ベルトが下がったのは少し謎ですね。虚数弱点もそこまで減ったようには感じないけど。ゴリラがめんどいからとか？ゴリラとかめんどくさいよね。犬とかもめんどくさいね。前回より虚数の必要な場面は少なくとも減っていると思う。元凶と姫子ですが、現状維持だね。元凶は下がった範囲ではあるけど、なんか、上がる要因がないね。結局工場順アタッカーはこっちでも不遇なのか。元凶は環境をセットアップすれば強いけど、やっぱり被弾ペナルティがあるせいだよね。陣やゼーレや軽減はそういうのないから、やっぱり編成の敷居的にも低い水準は続きそう。姫子は相変わらず不遇だな。そして、限定キャラたち。なんと、ゼーレと銀狼が大きく下落。1位には羅刹が君臨しました。さすがヒーラーの王だな。引かない理由がほとんどなかった優秀なキャラすぎる。ゼーレと銀狼は残念ながら羅刹より低く。まあ容姿弱点は結構少ないというか。心なしかゼーレを銀狼なしだと若干使いづらい環境になってるかな？今回は容姿弱点少なめな気がします。とか考察していますが、結局上位陣同士で入れ替わっただけなので、全体で見れば全然まだ高い。
70% 近くあれば全然気にする変動ではないけどな。ただ、税レが最上位ではないのは初ではないだろうか。勤労が落ちたのは少し謎だね。使いどころはたくさんあると思うけど。結局量子弱点の敵が少ないことを考えると、そこで微妙に変動したのかな。敵に量子がない時点で量子にとかじゃない限りは、埋め込み抽選に量子が参加するから、嬉しくはなさそう。軽減は現状を維持。核化実装があるから雷弱点はそこそこいるからね。そして、陣は 38%。意外と低め。クセはあるキャラだから、あんまり惹かれなかったのかな。ブローニャラ説なしだと、フルパワーは出せないからね。必殺技は HP マックスでできるだけ打ちたいけど、羅刹なしだと安定はさせづらかったりあるからね。壁剣サブアタッカーって考えると優秀だけど、サブアタッカーのために引く人は少ないという現れだろうか。装備一覧ですが、陣を見ていくと、モチーフが1位、アーランモチーフが2位だね。ブローニャはすでに有骨が 16.7% と、上位勢の厳選の手早さを感じますね。さらに、ブローニャは4セットの2位が仮想4。23.47% で、陣と合わせて厳選を進めてるのかな。ちなみにこの部分が平均凸。勤労は 0.62 で比較的凸率が高めだね。羅刹は、モチーフよりも今がちょうどの方が高く。ガンマン4が1位、ガンマン火脚が2位だね。個人的にはサブで盛ることが不可能な火脚4推しですがね。極論言えばサブ捨て次第だからな。そして、ゼイレたち。ゼイレはサルソットヘルタがそのまま使われてるのが多い。白露はまだかなり低いけど、2位には有骨が。ペラは2位公園水が決意なんだ、決意未だに引けてないのよね。アスターには、仮想4がかなり増えてるね。静寂は2位に星々が来ています。ベルトは意外にも1位に生じ、2位にサルソット。平均効果命中が 25.12% なのでビルドが分かれてるのかな。ナターシャは2位に有骨がランクイン。フックは意外とワンが1位なんだね。まあ、使用率がかなり低すぎるのでちょっとわからないけど。あとは特に変わっていない気がする。最後、こんな感じ。使用率が低いキャラたちなので参考度は少し低いかも。という感じでこんなもんでした。ちなみに、陣の相方の1位は羅刹、2位にはブローニャだったな。3位からは大きく下がる感じだね。ということで今回は、1.2 更新後の裏には、キャラクター使用率や装備使用率についてでした。いかがだったでしょうか？みんなはどういう編成でクリアしてる？特に裏には10とかの情報を求めるぜ。ぜひコメントよろしくお願いします。それでは終わります。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくね。